こんにちは、茶治郎です。今回はですね、トラックのステップ下のスカート、雪に引っ掛けて壊しちゃったやつを修理したいと思います。使うのはこのプラリペア、液体と粉を混ぜて硬化させて使うタイプの補修剤です。今回使うのは白いタイプの粉です。こちらが液体です。接着する部分の出しをしていきます。こちらはセットタイプのプラリペアになります。マスキングテープで割れた部分を固定していきます。液体のみでもプラスチックの接着は可能です。雪のためお休みでございます。怪しい粉じゃありませんよ。
していきたいと思います。はい、それじゃあ塗装終わったんで軽くペーパー当ててサクッと磨いておしまいにしたいと思います。磨いてこんな感じで仕上がりました。あれどっちだっけ、まあ、こっちだ。こっち側が割れて欠損していた部分です。この辺だっけかな、はい、裏から見ると見えない。こうかちょうどなくなっていた部分で、ここが筋で、この辺が壊れて、ここがちょうどなくなっていた感じです。